つ森。メリークリスマスのメリーとは陽気楽しいという意味ですが、メリーさんの羊と勘違いしました。一番浮かれているのは羊たち本人です。さあ始まりました、恒例のモフモフダンス大回転マトンブラザーズ。動きに全く狂いがありません。決まりました。ポージングはそのままに、視線だけをこちらにやっています。いわゆるこれがスクリーンショットタイム。羊たちによる粋なプレゼント、最高のクリスマスになりました。あつ森、気になるあの子に急接近、千載一遇のチャンスがやってきました。隣をキープして座っていきましたが、ここで立ち上がる。ゆっくりと港区女子が立ち去っていきました。この世界はなぜこうも残酷なのか。会いたいと思う回数が、会えないと痛いこの胸が、君のことをどう思うか教えようとしています。おっと、雨が降ってきました。雪ではありません。目頭が熱い、ぐっとこらえるような表情を見せています。オリオン座が綺麗です。ピエンなクリスマスとなりました。あつ森、この世界にサンタはいるのかいないのか問題、この論争に終止符を打つ時がやってきました。本物のサンタに相対しているのがチャチャ丸、世紀の大発見に向けて完全に捕獲態勢に入っています。距離を詰めていきます。おっと、ここで諦めました。この永遠のテーマ、あえて分からないままにしておくことが一番美しいという答えに至りました。子供たちの夢のため一つ大人になりました。あつ森、おなじみとなっている心眼の釣り職人、その実力を離島ガチャにて発揮してしまいました。チャチャ丸を引き当てています。今世紀最大のプレゼントになったでしょうか。当然島に招待するよなというチャチャ丸の余裕の表情、誰もが羨むこの状況ですが、かなり頭を抱えています。おっと、ここで思い切った判断、チャチャ丸を誘わずにそのまま帰っていきました。ピエンの高い花柱を追っていく全力ダッシュ、ロドリーに話しかけて帰りの手続きをしています。羨ましいな。あつ森、今年も残すところあとわずかとなりました。たぬき商店も仕事納め、休業日となっています。店の前でただ立ち尽くしているエビマヨマトンチャチャ丸、店の中に明かりはありません。買いたいものを買えない絶望感、スマホで営業日確認していますが、バッチリ今日は休業日です。これは仕方ありません、今日は帰るしかなさそうです。あっと、ここで屈伸運動を始めました。これは強行突破するつもりです。困った時は力ずくで解決、脳筋です。あつ森、現代の革命家は常に歩みを止めません。新しい事業に参入しました。無人島での生活をより豊かに、寿司屋をオープンしてしまいました。このポーズからもわかるように店名はチャチャ丸三昧です。高級なエビを扱うこのお店、しっかりとオープニングスタッフも揃っています。誇らしげな表情を浮かべるギルティピエンフェイス、金の匂いがするだな。もあつ森、案内所の前、女の子と港区女子が会話しています。チャチャ丸大好き、一番聞きたかった言葉です。思考の領域に近い鼓膜の揺れ、しかし雪の結晶に夢中になっていて聞こえていません。もう一度、なぜ聞こえないのか、これがすれ違いの一番の原因です。あつ森、年末年始も休まずリサイタル、大人気ミュージシャン戸竹家のライブです。あの鬼舞辻無惨様も聞き入っています。地道な活動が実を結び、徐々に人気が出始めたということでしょうか。手応えを感じるライブとなりました。現れたのはチャチャ丸です。素晴らしい時間のようにも見えましたが、全てはチャチャ丸が見せていた幻影です。年々コロリコンコロリ、とうとう夢を自在に扱うようになりました。